ピーターパン。楽しいことを考えていると空に飛ぶことができるんだぜ。ということで、セブンスアニバーサリー1日限定プレイ賞第耐久レースやっていきましょう。これはね、本当個人、本当に個人的な思い出なんですけど、高校生の時に音楽会がまああるんですね。で、その時に1年生だったんですけど、まあ、高校2年生は必ず15分くらいの短いミュージカルをやるわけなんですが、その時に一つ上の学年のとあるクラスが、まあ、ピーターパンをやってましてですね、その時に、まあ、結構その部活の先輩が、わあ、かっこいい。綺麗。まあまあ、その、ピーターパンのね、キャラをやったりとかしてたんですけど、ピーターパンやってなかったんですけどね、なんだっけ、男の子ですね、二人出てくるじゃないですか。主人公の女の子の弟二人ですかね。二人をやったりとかしてて、結構思い出があったりしますけどね。あとはね、後ろで踊る、その、なんか、なんだっけ、キャストっていうのかな、エキストラ的な感じの人の中に、まあ、先輩がもう一人いたんですけどね。その先輩がね、もう筋骨隆々の先輩だったんで、もう一人だけ船乗りの格好をしてるんですけども、ピッチピチすぎて、もう浮いてるんですよね。あそこにいるわっていうのがすぐわかるくらいのもう筋骨隆々、たくましかったですね。何の話だよっていうところですね。ピーターパンの話だけどね、ピーターパンの話に、ピーターパンの話になっても、いやー、フック船長のキャラ早く使いたいですね、フック船長。フック船長のキャラもね、なかなかね、あ、フック船長らしいわーっていうつむの好きになってるので、ピーターパンの話してあげなさい。ピーターパンって使ってるんだけど、ピーターパンってでもこれ、あれですかね、舞台ってロンドンだったんですか。ちょっとこれ映ってるのって、ビッグベイン。今ビッグベインって言わないですよね。エリザベスタワーでしたっけ。なんかでもやっぱ、僕の中ではビッグベインっていうイメージなんですよね。皆さんにとってあのタワーって。ラストボーナスで、これなんだっけ、あ、わからない。鍵犬じゃないんだよ。鍵犬じゃないけど、鍵犬といつもダブるんですよ。わかる方、挙手でお願いします。ということで、ピーターパーね、おしゃれな感じで空を飛んでいく、そんなつもでございました。ミッションも無事クリアということで、次回もお楽しみください。お疲れさんでした。バイバイ。